こんにちは、旬代理メンバーの鈴です。本日はですね、新潟のとある企業に来ています。でそのとある企業なんですけれども、新卒の半数以上の方が県外から入社を決めているということで、今若手から大注目されている企業だということです。でその企業さんなんですけれども、やっぱりその若手に人気の企業って聞くと IT 系のベンチャー企業かなとかメーカーさんかなって考える方が多いと思うんですけれども、今回取材に来たのは建設業界の小柳建設さんです。なんでこんなに建設業界に若者が集まるのか、なんで建設業界にこんな綺麗なオフィスなのか、今日は小柳建設さんを徹底調査していきます。ちなみに超おすすめです。それでは早速見ていきましょう。一般的に建設業界と聞くと、きつい現場や長時間労働といった 3K のようなネガティブなイメージが先行しがちですが、小柳建設はこの建設業界の常識を大きく覆しています。なんと1ヶ月の平均残業時間はたったの 1.7 時間、さらに平均年収が30万円以上もアップしてるんです。小柳建設は先進的なことに取り組んでいる土木建築事業として新潟の地域社会の発展に貢献してきました。そして現在の代表小柳社長の経営改革により、小柳建設はさらなる変化を遂げました。小柳社長は事業を通じて人類社会の進化発展に貢献すると同時に、全従業員とその家族の物心両面の幸福を追求し、誇りを持って会社を後世に伝えるものとするという理念のもと、建設業界の大きな課題であった労働環境の厳しさ、生産性の低さ、働きにくさといった課題をどんどん解決していきました。まず行ったのが役員の総入れ替えです。社長は全社最適を考え役員の総入れ替えを実施。2019年には役員の平均年齢が41歳という若さになりました。この経営陣の若返りは企業の風土自体を変えるきっかけにもなり、社員インターン生の意見も積極的に取り入れられるようになりました。その結果、小柳建設さんでは建設業界では珍しい SNS や YouTube の情報発信等を行い、新しい挑戦を積極的に取り入れるようになりました。DX は多くの業界でキーワードになっていますが、特に建設業界ではその導入がまだまだ進んでないのが現状です。しかし小柳建設はここで先駆けとなり、社内全体をフルクラウド化しました。 DX 化の代表例として挙げられるのがこのコストラクションです。これは小柳建設とマイクロソフトが共同開発したもので、工事現場の効率化を図るものです。このシステムを利用することで、従来現場に足を運ばなければならなかった作業がオフィス内で完結するようになりました。建設業界特有の問題として、技術者の数に比例して売上が変動するという特性があります。また長く働くことが正義だと評価される古い価値観もあり、小柳建設も10年前までは現場の技術者の負担、労働時間の観点からかなり厳しい労働環境でした。しかし小柳社長はこんな状態はもうやめようと大改革を実施。本来必要な生産力を優先することで労働時間の大幅な改善を成功させました。また長時間労働の改善だけではなく、利益率も大幅アップさせ、社員の平均年収も30万円以上アップしました。またプラスアルファの福利厚生費も充実していて、そちらも合わせると約50万円も増加したそうです。また物心両面の幸福を追求するという企業理念のもと、福利厚生としてイデコプラスを導入。給料の改善だけではなく、社員さん一人一人の資産形成のお手伝いもしています。この背景には小柳社長の不景気の日本で会社の給料や会社の制度だけに頼るのは危険なので、自分の手で資産を大きくしていくことを学んでほしいという思いがあります。ここまで小柳建設さんの魅力をたくさん紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。建設業界でこんなにも先進的でかつ社員ファーストな企業さんはなかなか見当たらないのではないでしょうか。今日紹介した小柳建設さんの新卒採用情報は概要欄に詳細があるので、ぜひそちらからチェックしてみてください。また小柳建設さんの社員の方に1日密着した動画もありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。新卒採用やインターンとたくさん実施しているので、ぜひ参加してみてください。また小柳建設さんは SNS や YouTube などでたくさん情報発信しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。